さあ間もなく試合というところなんですが、さあ大林さん、はい、まず見どころキャラクター、あの選手はもうおそらく、ええ、東さんがね、いろいろチェックしているところによると、ツイッター上ではかなりもう皆さんお分かりなように来てましたか。はい、はい、我らが富松選手、ええ、はい、さあ皆さん誰でしょうね、分かりますよね。これはアドラーズには選ばれていない選手ではございますけれどもね、ね、駒の竹虎ですね、はい、山本竹虎ですね、これはやってきました、試合前にね、なぜ竹虎君になりたい、はい、なったんですかとお聞きしたところ、本来他の選手という手もあったらしいんですけれども、やはり一番こうイメージ的にキャラクターがある立ってる選手というところで、彼があえて選んできたということで、富松選手自身も本当に、最年長なんですけれども、そうなんですよね、これまでも数々のオールスターゲームすべてに出場しているもうレジェンドなんですよ、だからこそ彼が先頭でね、今回こういうパフォーマンス、その気持ちを持って、竹虎君の気持ちを持って今日はプレーをしてくれるということです。ありがたいですね、はい、髪型もそうなんですけど、眉毛も結構いっちゃってますよねこれそうですね、これちょっと一つ気になるのが、はい、明日からどうするんだと、V リーグ本戦の時にはどうしてるのかなっていうのがね、まずもう帰り道の段階でどうするんだっていう話ですよね今日来る時は帽子をかぶっていらっしゃってたので、ね、また帽子かぶって帰るのかな、ただ、ファンの方の、ね、影響というか、これがいいって話があったら、そのままそうですね、あるんでしょうかね。でも配給ファンもね、今後 V リーグの試合見るときにもし髪型でしたら、コラボの時に竹虎をやっていた選手だみたいなことも分かるかもしれないですからね。なるほど、ちょっと髪の毛から下のところよく見ていただかないとあれですね、ちょっとねあれの人かなってなっちゃうかもしれませんけれども、まあでも本当にね、はい、なりきってやっていただくのはありがたいですね。本当に選手自身がこうやってこう何か考えて、で、はい、バレーボールをしっかり見せるということ、うん、そして配球ファンでね、もしかして生のバレーは初めてという方もいらっしゃると思うので、はい、そういった方のために選手もいろいろ今日は頑張ってくれると思います、もう本当に東さん、はい、この体育館の、そしてこの試合の構図ももちろんそうなんですが、雰囲気そのままですもんね今。そうですね、本当にこのなんですか、ウォームアップということもやっぱり漫画の中ではなかなか触れられない部分ではあるんですけれども、実際に V リーグの試合ですとか、もちろん学生のバレーでもですね、ウォームアップの時間あるので、こういったところもですね、配球ファンの皆さんはこういった空気感でやってるんだというところを注目して見ていただけると、本当にムスビブラックジャッカルとアドラーズがあるんだという気持ちになるんじゃないかなと思いますね、本当ですね、高校時代春高での戦いも、はい、ね、なかなか壮絶なものもありましたし、そうですね、私も金沢さんとともにね、はい、宮城県の春高バレー解説してまいりましたけれども、そんな戦いもありますし、本戦での戦い、はい、実際にね、春高の決勝戦で戦った同士も今日はね、たくさんメンバーに入っていたりとかするので、はい、どっちが本当なんだってちょっとなんか思ってきちゃうところが、確かにそうですね、確かにもうちょっともうごちゃもごちゃになってきてしまって今、ちょっと竹虎の影響もあるかもしれませんけど、ね、ビジュアルからもういきなり漫画の中に引き込まれてる感覚がありますからね、本当そうですよね。あと石川さん声優さんの、ね、方もおっしゃってたんですけど、はい、その手原選手の影山というのは、影山の髪型にすべきなんじゃないかという話をしたところ、手原選手はパーマを当てたところなので、はい、ちょっとストレートにはねできないということで、当てた直後だったんですね。そうらしいですね。だからちょっと手原選手として今回はじゃあ頑張っていただきたいと、プレーでね、影山選手になるんじゃないですか、大林さんのこの取材力もちょっと感服いたしましたけれどもまさかパーマを当てた時期まで大林さん取材していただけるとは思ってなかったですね。そうですね、注目選手たくさんいますから、小林さん特にこう注目していきたいところありますか。私東京都小平市出身なんですよ、はい、で日立という実業団も地元にあって、小平市といえばアドラーズのホームになってるんですよ。なので勝手にアドラーズはそうです、ね、自分の地元チームだと思って見ちゃうところが今日はありますね。ホームタウンは東京都小平市で、はい、サブホームタウンが宮城県仙台 市、そうですね、なので宅中 の、 仙台で行われていた試合はサブホームのホームゲームというような設定でありますね、うん、そうなんですね、はい、これアドラーズは鳥の王者、はい、和紙アドラーというところから来ているということなんですよね、はい、さあもう間もなくいよいよゲームが開始ということになります。
亀井アリーナ仙台で行われます夢の一戦スペシャルマッチです。さあ、おばいさん、はい、もういよいよ間もなくということになりました。そうですね、はい、事前に合宿組んで練習するということができませんでしたので、はい、そういった意味でどうこのね今日の練習そして試合で何を見せてくれるか、うん、あとやっぱりちょっと欠場の選手がいらっしゃるので人数がちょっと少なかったりするので、ポジションも、いろいろやりくりしながら、はい、いつも見られない選手のプレーも見られると思いますよ。ほら、東さん、はい、作中に出てくるプレーですね、はい、変人速攻ですとかローリングサンダーとかちょっと見たいですけどね。そうですね、ちょっとおそらく僕は返事速攻出た場合反応できないと思いますけれどもあ、早いすごいしか言えないと思いますけれども、そのあたり小林さんとかにフォローいただいて、ね、はい、ちょっと現実のバレーボールよりも先を行ってしまっているのが、アニメだったりね、うん、その夢の世界なので、うん、はい、逆に言うと選手がそのアニメに向かっていくようなね、なるほど、ところもありますよね。さあ、ただいまより配球 V リーグスペシャルマッチ2020シュバデンアドラーズ対ムスビーブラックジャッカルイン仙台を開始いたします。